いい日和です。先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を読むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。菰田の浜は血を吸って真っ赤になってるんだと。
あるんで。春音やらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。さらしぬのか。わずかに違う。おそらく朝出だな。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。誰かの飯食ったばかりだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。誰か来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか。馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。ふっ、兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれりゃな。もうすぐだ。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。アリ塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。ふっ、それじゃあ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。トータロ、
騎兵、大変だ。どうした、みんな置いてきたのか。俺たち百姓が戦うしかないのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は手近なものを使え。バルト、誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ、野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうともかくまってやってくれ。ですが信用できません。あやつらは猛虎と戦った、守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。
じ。ユナ、お主か。ジン、待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。いやだね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたんだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦えそうにないね。タカはどうだ？虫の一匹も殺せないふぬけだよ。今のは秘密ね。なぜ兄弟でそうも似つかぬ。酒くれるなら教えてあげる。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。坂井様、姉さん。タカ。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので。叔父上を救いたい。兼ねたの木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず、忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。チュハルを。休んで。
幸男か。はい。タカが火事場で待っておる。小町を、妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。隠れろ。血の海だよ。血を見るな、よいか。わかりました。猛虎に見つかった。ここにおれ。ネグンベン、チュイオールさん。やだ、やめて。大将，大将！助かりました。志村様も金田の気に囚われぬままか。幸男の使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はない。みんな、このお方の強さといったらまるで鬼だよ。沈まれ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。
누가 사무라이친 남섬 탈바인 숨은 허로 죽으시대 탱트웨이 한 살지 아까 누르다 도셔 도셔 火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。